はい、皆さんこんにちは。ですね、再び、聖書の学びを、共にしたいと、思います。今日はですね、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書の、8章から、学んでみたいと思うんですね。場所はですね、ヨハネの福音書の8章の、31節からですけども、ちょっと聖書を読む前に少しですね、ここの、バックグラウンドっていうかな、ちょっと説明した方がいいと思うんですけど、イエスさんが、実はですね、カリオイの祭りっていうか、今で言うたら10月頃っていうかに、エルサレムの神殿に、行ってるんですね。で、これはそれから約半年のうちの、次の年のですね、4月、いわゆるその、いわゆるイースター、杉越の祭りの時に、イエス・キリストは十字架につけられてしまうんですけど、ですから今から話する内容っていうのはですね、イエス・キリストが十字架につかる、約6ヶ月ほど前、半年前、ちょうど10月頃に、カリオイの祭りが、エルサレムであったので、イエス・キリストはですね、エルサレムっていう町の、しかもその神殿で、いろんなそのユダヤ人たちとですね、会話をしている、そういう状況なんですね。で、その中で、イエス・キリストがですね、自分が、神様のとこから来たんだというようなことを言うんですけども、そのことで話がスタートするんですね。場所はですね、ヨハネによる福音書の8章の、31節。ちょっと読んでみます。ちょっと待って。はい。ヨハネの福音書8章31。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。マクトにマクトにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます、なんてこういうこと書いてあるんですけど、ここで31節一番最初に、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたって書いてあるんですけど、これどういうことかというと、イエス・キリストが神殿で話をしているときに、この少し前を読めばわかるんですけど、イエス・キリストはですね、偽物というか、あなたはその神様の言うことやってないってなことをユダヤ人たちが言うんですね。でもイエス・キリストは、イエス・キリストは私は神から使わされたんだと。神様の方から来たんだと。天国から来たというかな。もんなんだということを言うんです。で、ユダヤ人たちは、その中にはですね、信じた人も、そのことを信じた人もいるんでしょうけども、この時信じたって書いてあっても、別にクリスチャンになったっていうことじゃなくて、イエス・キリストが、いい人かなとかね。あるいは神様の方から来たっていうんで、いい、新しい預言者かなというぐらいに思ってたんですね。このユダヤ人の人たちは、しかし本当に信じたっていうわけじゃなくて、6ヶ月のうちには、このエルサレムの人たちは、イエス・キリストがですね、再びエルサレムに来ても、6ヶ月のうちにはこのイエス・キリストを十字架につけてしまう。そういう人たちですから、イエス・キリストはですね、この人たちにこういうこと言うんですね。31節。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もし、あなたが本当に私の弟子、もしあなたが私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。ここで、このユダヤ人たちに私の言葉、私が言ったことをずっと信じるっていうか、ずっとそれにとどまって信じているんだったら、あなた方は本当の弟子、そういう意味ではクリスチャンになるっていうんですね。本当の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ここでですね、イエス・キリストは、あんたら、自由にしますと。自由になれると。で、当然彼らはですね、自由になれる言われたって、彼らの頭の中には、あの当時は奴隷っていうのが、周りにいたんで、
自由になれるって言われると、彼らはですね、俺たちは奴隷じゃないと。まあ、奴隷っていうのは、まあ、ご存知のように自由じゃないですな。あの、その、マスターっていうか、オーナーがおって、まあ、オーナーの言う通りやらんだかん。だから、やっぱり奴隷っていうのはあんまり嫌な、あの、いい立場じゃない。で、彼らはですね、私たちは、あの、アブラハムの子孫。つまり、まあ、ユダヤ人はアブラハムの子孫だから、誰の奴隷にもなったことありませんなんて書いてますけども、実際には、しかしユダヤ人っていうのは、エジプト人の奴隷だった時期もあれば、バビロンだとかですね、あの、ペルシャ帝国の時代は、その時代、帝国の人の、まあ、奴隷だったんですね。で、実際に今はですね、イエス・キリストがこれ話してるこの時の状況っていうのは、まあ、ローマ帝国がこの辺りを支配してましたから、直接の奴隷じゃなかったにせよ、まあ、支配されている国民だったわけですね。でも彼らは自分たちは自由だと、奴隷じゃないと。こういうことを言うんやけども、ただここでイエス・キリストが答えるのが、ちょっと変わった答え方するんですね。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷にも、奴隷になったこともありません。あなたはどうして、あなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方につけます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。まあ、ここで問題なのが、罪の奴隷っていうことですけども、私たちは果たして自由じゃないのかな。これは同じ質問をですね、今これビデオを見ているあなたに質問すると、もしイエス・キリストがあなたですね、あなたは私を信じたらやっと自由になれます、言ったら、そんなこと言われたら、私たちだって、よう、結構自由ですせって言いません？今日本やまあね、アメリカっていう国は特に、まあ自由主義国なんて言いますわな。だから、私たちも自由やと思ってるかもしれんけど、しかしイエス・キリストは私たちに、いや、あなたたちは罪の奴隷だと。そんなことですね。この罪の奴隷って言ったら何のことか言うとね、まあちょっと分かりやすく言うと、まあ出を言うたら一番分かりやすいと思うんですね。例えば私たち、自由やと思ってるかもしれんけども、子供の時はね、僕これある人がね、言うんやけど、若い時は、やりたいことがやっぱりできへん。よう考えたら一生自分って自由でやりたいことやろうと思ってもできへん。なぜか言うと若い時は金がない。で、中年になったら時間がない。で、年取ったら健康がないよってね。結局人間は一生生きてる間に苦労して一生懸命生きるんやけども、まあ若い時も中年になっても年いってもまあやりたいことはできへんと。で、確かにね、年いけばいくほど、まあ、私たちのこう体っていうのはだんだん自由が効かなくなってきますよね。まあ若い方はそういうことを感じないかもしれませんけど、さすがにね、私の年になってくると、私、55歳になった。だんだん目がね、これ、新しい目がね、こうたんやけど、目がだんだん見えなくなってくるから、老眼になってるね。ほんで、でもね、このまま行くと、私たちは自由や思ってるかもしれんけども、やがて、あなたも、まあ私もね、そのうち、まあ病院のベッドにずっとこう、寝ることになるんやね、やがていつか。んで、頭の中でちょっと手上げてみよう。でもこの手上げることすら、なんかもう大変で、だんだんね、体が言うこと聞かない。ちょっと前までは、私駅のこう階段なんて、ペッ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 とこう登れたん。でも今ね、ペッ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 と駅の階段登ったら、上のホームに着いたら、あれ足痛いなと思いますもん。なんかエスカレーターなんかあったら、あ、エスカレーター、エスカレーターで、そっちの方に進んで、行ってば、もう、だんだん体がね、ほんで、エスカレーター行ったって、もうね、もう、あ、やっとエスカレーターあったって感じで、だんだん体がね、もう楽しよう、楽しよう、思って。でもやがて私たちも、あなたも、私も、ベッドの上で、自由が効かないかな、体がだんだん動かないんですね。で、そのうち、なんのことない、私たち、まあ、棺桶の中やな。棺桶の中でこうやって、で、ちっちゃな箱なんか入れられて、
まあその時はもう死んどるわけですけどね。ほんで蓋閉められて、まあ燃やされるというか。だから私たちのこの体のこと考えたら、そんなにやりたいことができるような、いつまでもそんなに自由やったかなって、ほんまにやりたいことできたんか。まあそうは言うても体はほんならボロボロになっていくとしましょうよ。でもですね、多分皆さん、いやそんなこと言うけど、私精神的、私の思い、心、これは自由だ、私は好きなこと思える、私たちの魂は自由だと思うかもしれませんけど、ほんまにそうやろうか。私たちね、やっぱし魂あるいは思い、そういう中でやっぱりこう人を憎んだりねしません？まあ憎んだり嫌ったり、なんていうかな、まあ羨ましい子も、これね、この世の中、今私たちが住んでるこの世の中、これが全てだと、もう人生一回しかないんだと、もうこの世の中で生まれて死ぬまで、この世の中が全てで、人生一回が限りだと、こういうふうに思ったら、確かにね、世の中ね、得しないと損ですよ。自分になんかこう悪いことされたら、例えばなんかお金盗まれたとかね、なんか騙されるたら損でしょ。損したくないもん、この人生だけやったら。やっぱり得な人生っていうかな、なんか宝くじに当たるとかね、あるいはなんかすごいいいことがいっぱいしたいと、死ぬまでに、もう死ぬまでの一生やったら、もうそれでもう全て終わってしまうと言うんやったらですね、生きてる間に楽しいこといっぱいして、そうないと損や。やっぱりいっぱいこう得したい思う。そしたらね、どうしてもね、人をこう羨ましく思う時が出てこざるを得ないと。いや俺一生懸命やってるけど、あいつうまいことやっとるな。女の人やったらね、私一生懸命生きてきて、いい男性と結婚したいと思ってんのに、なんであそこのあの女の子があんないい男性捕まえて、あんた幸せそうな結婚して、なんで私の方がずっと美人やのにゃー、私全然結婚できへんにゃーって言うてる女の人もいてるかもしれんね。ちょっと羨ましいっていうか、私の方が。これは男だってね、同窓会だそういうとこ行くとね、あいつあんなにうまくいったのに、俺はなうまくいかんかったなとかね、わあ、あの人あんなすごい立派な家でうまいこと会社もやって、奥さんもええ人でうまいことやったな、幸せそうやなあいつなんてね、ちょっと羨ましいな。そりゃこの世だけで終わるんやったら損したくないぞな。やっぱり羨ましく思ったりで、いつの間にかね、だんだんそれがあれしてヒートアップして、まあ憎むいうかな、僕に損をさせる、例えば財布盗まれたりなんかしたら人憎みません？腹が立ついうか、そんなもんあんた私なんかね、日本に帰ってきて思ったんが、自分が急いでる時にパーッと階段登って急いでる時にね、前におばあちゃんがゆっくり歩いてほんたらね、もうついね、このバやろうなんて思った前ね、この人なんでこんなゆっくり歩くんか、私遅れても電車乗られへんやないか。そんな些細なことでもふと自分まで帰るとやっぱり憎んどるんやね。でそれだけやったらまたねかもしれんけども、自分だけ思ってることかもしれんけども、でもね、私たちね、一番悪いのはやはり罪悪感。例えば人になんか悪いことしてしまうときなんですね。その気がなくたって、いや私そんな罪悪感ない、私人に悪いことせんと思うかもしれんけども、例えばあなたが車を運転してて左折しました、こう左に曲がった、左に曲がってみたらそこにシュッとこうママチャリが来た、しましょうよ。これいつ起こるか分からへんねん。シュッとママチャリ来て、ママチャリとバッチャーンってあなたの車ぶつかった、左折してあなたの車通り過ぎた、ママチャリを見なかった、あなた運転手が悪いと言われてママチャリはパタッと倒れる、おばちゃんは頭打ってやっとる、凍ってきたばっかりの卵は
割れて歩道橋でピチャッなっとる。どうする？そんなこと、なんちゅうの？あなた自身はそんな、おばさん、引くつもりはなかったかもしれんけど、そういうこと起こるって世の中、いっぱいまたそういうことでね、罪悪感というか、もう当然、あ、すんません、すんません、ごめんなさい、大丈夫ってかな、大丈夫の、すぐバーっとこう、ね、病院に電話して。ほんで、ね、その、引いた人が治ってくれたらいいけど、例えば、小学生ぐらいの子供引いたら、やっぱり、あの時な、あんなことなかったらな。でもね、私たち、精神的にまあ暗くいか、まあ、あの時ああいうことなかったらな、あの時なんであの道走ったんかな、あの時なんであんなことしたんかな、いや何も交通事故じゃなくたってね、例えばね、まあ性的なことで、あ、この世の中もう一生人生一回限りやから、もう楽しいことやって思いっきりこの得しよう、もう今の間に楽しいことやろうってね、性的になんかちょっとやっちゃいけないことやって、まあ性的な病気にをもらう人もいてるし、あるいはそのことで周りの人、特にご主人や奥さん、自分のですね、ご主人や奥さんにものすごくこう傷をつけてしまう、そんな人結構いてますよ、うん、ほんで反省する人もいてるし、そういったその、まあ、罪悪感で、でもね、その時ね、あの時ああいうことなかったらな、あの時ああいうことせんかったらな、と思ったところで、元に戻る？ほんで、正直言うて、先ほど体のこと言うたけど、もうだんだん体がボロボロになってきて、ああ、体もだんだんもう今はもう、病院のベッドの上で動かんようになって、た言うたって元に戻る？若くなれる？何が言いたいか言うたら、今言うたそうした憎しみやとか罪悪感やとか、この世の中で私たちの周りをこう取り囲んでいる嫌な思いやとか、これら全てを総称して聖書では罪と呼んでるんですね。これが罪の世界。あなた気がついてないかもしれないけども、実はイエス・キリストはここではっきりと、あなたはその罪というものの奴隷になってます。自由じゃないんだ。自分が自由だと思い込んでるかもしれないけども、このユダヤ人たちの人たちは、自分たちは自由に生きてると思い込んでるんやね。でも、神の目から見たら、いや、私たちはこの罪というものの奴隷で、まあもがいている、そういうふうに神様見てはるんやね。私あれいつだったんかな、30歳ぐらいの時かな、たまたま畑の横、まあ、これ私が日本に帰ってきた時の話だけど、畑の横歩いてたんですね。そしたらこう白い網が、そのまあ農作物の上に白い網がしてあって、ほんでそこですね、パタ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 ってなんかその網が動いてるいうか、網が音がするか、パッと見たらそこに小鳥がその網に引っかかって、もうがんじがらめになってるね、小鳥が。ほんで、あ、かわいそうやな思って。で、私、まあこのままやったら小鳥ね、死んじゃうから、まあそのちょうどちょっと抵抗やったら届くとこやったんで、ちょっとこう網をですね、こうほどいてあげたよね、小鳥の足やって、ぴゃっとかって。うん。ほんでその小鳥パッと見て、そしたら、まあ、こと、くんにゃいで、羽がね、こんなバタバタやってるもんね、羽がくんにゃいなってたんやけども、まあ、私が、この網から綺麗に、このね、でも、網破ったら、その、お百姓さん悪いから、網を破らんようにね、一生懸命、このビニールのね、白い網をこう、ほどいてあげて、その小鳥をですね、まあ、自由にしてあげたの。で、ぴゃっとこうやったら小鳥が、バタ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 と必死になって、逃げていった。これ何言いたいか言ったら、神様の目から見たら、あなたも私も、実はその網に、罪の奴隷っていうかな、その網に引っかかって、まあ、バタバタしている小鳥のように見えてですよ。本当は自由じゃない。もういつまで経っても、この死という問題、いわゆる罪の問題解決されないと、あなたも私もですね、自由じゃない。自由がもともとない、その罪の中でね、私たちはもがいてるんやな。で、正直言うて答えあれへん。そのまま、先ほどの鳥がそのまま網に引っかかったら死んでまうように、
本当やったら私たちもそのまま何の希望もなく、まあ死んでしまう、で滅びてしまうっていうか、でそのことを神様ものすごく憐れんでくださってる。これが実は本当の姿。先ほどイエス・キリストがこういうことですね。31節。そこでイエスはその信じたユダヤ人に言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、つまりイエス・キリストが言うたことをずっと本当にそう信じるんだったら、あなた方本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理。真理、本当のことを知る。で、この本当のことはあなた方を自由にします。真理はあなた方を。で、この真理っていうのは、神様は私たちをものすごく大事なものだと思ってくれて、そしてものすごく憐れんでくれて、ものすごくかわいそうに思ってくれて、どっち向いても私たち人間は生まれた時から答えがなく、その罪の奴隷、真っ暗の世界に生まれてきて、いいこともあるかもしれんけども、正直言ってやりたいことはあんまり何もできへん。そういうことにあんまりわからなかった、まあ、かろうじて幼稚園ぐらいまでは人生もっと楽しかったかもしれんけど、でも、幼稚園ぐらいから言うかな、もうその前からかもしれませんけど、自分の思い通りいかない。やりたいことがあったって、まあ怒られてばっかりっていうか、そして自分が正しく生きようと思っても、なんだかんだと人生いろんなこと起こって、まあね、そんな、いい人生、まあ楽しいこともあったけども、まあ答えのない、そしてやがて自由がなくなって、まあベッドの上で横たわって、多分口や鼻からいっぱいパイプつけられてでまあ死ぬんやな。でそれを神様もさ憐れんでくれたというのは事実なんですね。そしてイエス・キリストは神様ご本人が人となって、そのために私たちの罪をから解放するため、私たちの罪をすべて自分に追っかぶせて、あの十字架で私たちの代わりに死んでくれた。そのことを受け入れただけで、なんと私たちは自由になれるという。まず体に関して言わせてもらうと、私たちはですね、永遠の栄光の体、素晴らしい、もう病気も何もしない、ずっと永遠に生きる体をもらえるという約束がまず与えられる。精神的にはもう私たちはその罪の奴隷ないから、人を憎んだり、だってこの世限りじゃなくなるわけですね。この世限りの一回限りの人生だったら、それは得しないと損ですよ。でも私たちはもう永遠に神の子として生きていけるんやね。だからもう奴隷じゃないと思うと、その人を憎んだりすることがまあバカらしいっていうかな、やっと僕も聖霊様の宿りを感じて、人を愛せるように少しずつなってるように、僕もかなり前と比べるとかなり変わった。というか、もっと言い方したら、そら世の中の、この世の考え方で言うたら、私みたいな人間一番まあ、超ウルトラルーズやと思うんやけども、もうそらもうね、もうルーザーやと思うんやけど、ところがよ、めっちゃ幸せですなんか知らんけどいや、だからあのそれはね、いくらそんなこと私言うたって、いやイエスキリスト信じるキリスト教ねーって言う人はまあまあさ、わかるけどもね、だから私個人的なそのまあ経験というか証し言わせてもらうと、イエスキリストにが神様ご本人が人となられて十字架についたんだ。そしてこの神様が私の罪、その暗闇、奴隷から解放していく、私の、その神様に私の罪をまあなすりつけるって言い方がいいのかな、もう全て持っていってもうたら、私は自由になれるんだということを本当に信じた、まあそう思うだけで、なんと神様、ものすごく私たちを憐れんでくれて、私個人的には経験だけを言わせてもらうとね、これだけはもうやっぱり自分自身は経験したことだから、あれなんですけど、その、精霊の宿りとともに、まあ自由、喜び、もうそんなんだ、ことあんまり考え、それはやっぱりクリスチャンになっても、罪の性質は残ったままで、腹が立ったり、羨んだり、人を憎んだり、あいつ殺してやりたいなんて思うことは出てくると、だんだんそういう思いがね、だんだん少なくなってきて、だんだん自分がね、ちょっと成長した、霊的に成長したクリスチャンに少しずつちょっとでもなってるような気がしますね。
最近はね、例えばおばあちゃん道歩いとって、コローンと、昔だったらコローンなんて思う、このおばあさんなんでこんなゆっくり、ちょっと早く乗っけてなって、乗いてえなって思うかもしれないけど、今はそんな思わない。このおばあさんが可愛く、もうなんか、子供でもね、子供たちがもし可愛かったり、その憎たらしいおっさん見とってもね、普通やったら、この人もいろんな苦労してはんねやろなと、ふと思う、なんか人を思いやる心がね、最近ちょっと自分が出てきたなと。思いますね。それだけでもね、なんかニコニコ、ふと気がつくと、なんか私よくね、アメリカ人からね、あだ名つけられるね、ケンジいう名前やけど、ケンジじゃなくてスマイリーやとかね、あだ名つけられることあるんですけど、まあ気がついたら自分では気がついてないけど、結構ニコニコしてるって言われるんですけどね、この幸せはどっから来るんだろう。これやっぱりね、自分が自由になったということだと思うんですね。その喜びっていうか、先ほどの歌詞をもう一回、ちょっとゆっくり読んでみたいと思うんですね。ヨハネの福音書の8章の31節からもう一回ゆっくり読んでみます。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。33節、彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷にもなったことありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。34節、イエスは彼らに答えられた。まことにまこと、あなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。35節、奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この35節で、奴隷はいつまでも家にいるのでありません。ってこう書いてますけども、これはどういうことかと言うたら、まあ、ユダヤ人たちはね、実は本当の神様の家にいてたんですね。ところが彼らは、罪の奴隷の下に自分たちがいるいうことを知らない。罪の奴隷がのために本当の神様の家までの中におったとしても、その家族のまあ一員じゃないんですね。息子は当然その家族の一員で、しかもその家の財産をまあ受け継ぐっていうか、財産はまあ息子のもんやね。だから家族の一員なんやけども、奴隷はいつまで経ってもその家族の一員になれない。そういうことをイエス様は言うんやね。奴隷はいつまでも家にいるのではありませんっていうのが、実はそういうギリシャ語の言語を見るとそういう意味で書かれてるんですよね。奴隷はいつまで経ってもまあ家のものにはなれません、しかし息子はいつまでも家にいます。まあそれは家の人間ですから、自分はその家っていうのは自分の家ですからね。でイエス様は言うんですね。その家の主人、まあ主人になるっていうか、息子は、その息子があなたを自由にするなら、つまりあなたはその家の奴隷やったとしても、もしあなた、そのイエス様はね、あなたは奴隷やった、いつまで経ってもその家のものにはなれないけど、もし息子があなたはもう奴隷じゃないと宣言するんだったら、本当にあなたは自由になるんです。そして、それだけじゃない。イエス様は、なんとあなたは今日からこの家の子供です。あなたはこの家の財産を私と一緒に受け継ぐんだ。この家の子供になるんだ。家族になるんだ。って言ってですね、なんと私、あなたを兄弟、姉妹って呼んでくれるんですね。クリスチャンっていうのは、そのイエス・キリストの愛、思い、十字架をですね、神様が憐れんでくださったことに対して、ありがとうって素直に受け入れただけで、たったそんだけで、なんと神の子供になる特権が与えられる。これって、これは得やで。はいな、これはさ、損得で言うんやったら、これほどいいグッドニュースないよ。だって、いや、そんなこと信じたくなかったら、まあ、もうこれ以上のこと余裕あんけども、でも私個人的な経験で言わせてもらうと、これは良かったで。だってもう永遠の命がはっきりと与えられて、栄光の体がはっきりと与えられるっていう、もう確信のようなものをね、聖霊様の力を通して与えられて、まして、やはり精霊の力を通して少しずつ少しずつ自分がね、まあなんか幸せな人間に変わっていってるのがこう分かるんですね、うん、はい。
37節。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。まあ事実このエルサレムの人たちは6ヶ月後にイエス・キリストを十字架につけるんですね。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。イエス様の言葉はですね、まあ彼らのものにならなかったから。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。ということで、奴隷の下にあるいうことは、この本当の父、私たちの本当の父は神様ですけども、でも奴隷に下にある人は、実は悪魔がそのお父さんというか、悪魔の支配下にあるんやね。44節見ると、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話をし方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの、まあ、嘘つきの父だ。悪魔はあなた方に、神様あなた方のことを、私たちのことを全然思ってない。神様は、まして神様なんかいてるかいてへんかわからんとかね。真理なんてあれへん。本当のことなんて、まあ、わかれへんとかね。本当のことってあれへんって言うのが悪魔さんですね。本当のことあれへんって言う人がおったら、そやな、僕やったら、もしそういう人が私の目の前に来て、そして、すまへん。ちょっと、大阪に来たんやけども、宝塚どうやって行ったらええって、もし言われたら、まあ、そやな、その人に分からすために、尼崎への行き方を教えてあげて、で、もしその人が後でね、あれ、尼崎に着いたやん、言うたら、いや、あんたそう言うけど、本当のことはないなんて言うてたやんかと。いや、なんで本当のこと教えてくれへんかってって言うの。本当のことってちゃんとあるん。いや、後で私怒られますな。本当のことなんで教えてくれへんかったん。いや、だって、どうでもいい言うてたやん。だって私言いたくなってまうけども。本当のことは、イエス・キリストは本当に、まあ、神様に行く道を、本当の道を教えてくれてんのに、悪魔はね、偽物の道言うんやね。悪魔はこういうこと多分あなたに言うでしょ。いや、この人生一回限りやで。楽しんだらええんちゃう？もう死んだ方のこと分かれや。一回限りの人生や。で、結論はどうかというと、そうやって私たちビャビャビャ言われて、得せんとあかん、得せんとあかん。そう思ったらね、いい結婚もしなくちゃいけない。ああ、いい主人捕まえんとあかん。イケメンがいい。いい奥さんピチピチギャル。結婚がまず一つ。そして、いい結婚できへんかったら、ああ、ルーザー。次は学校。あ、いい学校入らんだかん。東大、京大、あ、東大、そこの頭なかったら、まあ、少なくとも明治大学や関学、関大。ああ、入れんかったら、まあ、少なくとも、大阪電気通信大学、大阪経済大学、まあ、東海大学、まあ、そこは大学行かへんかったら、まあ、高校でも、で、だんだん競争の世界で、で、みんな競争させられて、入った人は羨ましいかもしれん、言うかもしれんけど、入れんかしたら羨ましいな、あいつええ学校入れてな。で、一生なんか、私はな、あんまり勉強できんかったかね、とか言いながらやね、一生そうやって暗い。ほんで、そういう風にして、結局、なんちゅうの、自由じゃないでしょ、そんな世界は。競争で会社に入っても、なんちゅうの、ライバルがいて会社の中で誰が出世すんのかな、あいつの間にか課長部長になる、俺はなあいつの間にかな、それが自由、そういう世界が、私たちは今こそこの愛の神様の愛を受ける時なの。そして本当にイエス様は私たちに自由を与えてくれます。はい、今日はそういうことで何やか言いましたけども、本当の自由っていう話、をしたかったんで話させてもらいました。それでは祈りを持って終わりたいと思います。あ、最後にですね、実はですね、私もやっと4月の5日の日曜日から、この、私今宝塚のメフっていうところにいますけど、メフっていう駅のですね、阪急宝塚線のメフの、駅のすぐ降りたところに、ピピアっていう、まあ、施設がある、建物があるんですけど、その6階で、4月の5日から、朝の10時半
にですね、初めて、聖書勉強会、礼拝っていうかな、そこで、せっかくの日曜日なんで、その場所をですね、私2時間借りました。毎週これからですね、そのメフの、宝塚市の、メフで、礼拝を始めてみたいと思います。もしよろしければ、来てください。またですね、これからもいろいろアナウンスしたいとは思いますけども、そういうことで、またですね、私のためにも、お祈りいただけたら嬉しいです。はい。じゃあ、お祈りします。神様、今日はあなたの御言葉から、自由ということを考えてみました。あなたは、私たちに、真理を教えてくれます。それは、あなたの言葉を信じ、あなたを信じた瞬間、私たちは本当に本当のことが分かり、そして本当にあなたが本当は私たちを愛してくださっていて、もう心から私たちを大切に大切に思ってくださっている優しい神様だということに気がつきます。そしてあなたは私たちが滅んでしまうことを望まれず、私たちが永遠の命があるんだということに気がつかせるため、そしてあの十字架で亡くなってくださいました。そのことを受け入れただけで私たちは永遠の命が与えられて、そしてこの望みと希望と、そして聖霊様の導きを通して私たちが本当に肉体的にも精神的にも全く自由である、本当の喜びが与えられることを感謝いたします。どうか神様、このことに多くの方が気づき、今この場であなたを受けることができますように、イエス様の御名でお祈りします。アーメン。はい、そういうことでした。じゃあまたよろしく。どうも。